ヘルプシュタインは、ドイツ連邦共和国ヘッセン州、ホーゲルスベルク軍の小都市である。2000年以降、州認定の当事場となり、ヘッセン最高の効果を持つ役党と自称している。ヘルプシュタインは、ホーゲルスベルク山地の東部を覆うかつての清掃火山に位置している。この小都市は、ハーナウからブレーマーハーフェンに至る、ドイツメルヘン街道に面している。ヘルプシュタインの近くには、 1990年のドイツ、再統一まで、ドイツ連邦共和国の地理上の中心点があった。ヘルプシュタインは、北は、ラウタータール、軍庁所在地のラウターバッハ及びバルテンベルク、東はクローセンリューダー及びホーゼンフェルト、南は、グレーベンハイン、西は、初天と境を接している。ヘルプシュタイン市は、中核市区であるヘルプシュタインのほか、アルテンシュリルフ、ランツェンハイン、 シュレヒテンベーゲン、シュタインフルト、リックスフェルト、シャートゲス、シュトックハウゼンの格式からなる。ヘルプシュタインの死壁跡、ヘルプシュタインは、1011年の古田修道院の寄贈証書にヘディブロツヒューソンとして、初めて記録されている。ビラと記述されており、古田修道院の両方教会の村であった。1262年にこの町に、都市圏が、1545年に、 市場開催権が授けられ、1722年には家畜市が開かれた。1258年から1271年に、現在も残る市壁が建設された。この市壁は玄武岩で作られており、もともとは全長800メートル、厚さ1.240メートルで上を歩くことができた。この防衛施設の資金調達は、ハーメルン修道院の売却によってなされた。 環状壁の内部は現在のマルクト広場の東に城塞があったが1642年に破壊された。その詳細は1975年に観光用に修復された城とつながっていた市壁東部の地下倉庫や地下通路といった地下施設から見て取れる。この町は1802年まで古田修道院長の所領であった。その後1810年に ヘッセン対抗国領となるまでの間に領主が何度か入れ替わった。この町は1821年から短い間ではあったがラントラーツ別力ヘルプシュタインの首輸となった。1907年、大火で市街中心部の建物64棟が消失した。その後1910年に完成した視聴者は西翼に旅館がある木組建築であったが、1919年に 売却された。ヘッセン州の地域再編に伴い、それまで独立していたアルテンシュリルフ、ランツェンハイン、シュレヒテンベーゲン、シュタインフルトが1971年12月31日にヘルプシュタイン市に合併した。リックスフェルト、シャートゲス、シュトックハウゼンは1972年8月1日に合併した。ヘルプシュタインの市長者ヘルプシュタインの市議会は23。 奇跡からなる。聖ヤーコブス協会ヘルプシュタインのカトリック教会である聖ヤーコブス協会はおよそ600年の歴史を持ち長い間古田修道院の管轄下にあった。内部を大規模な木彫りで飾られたこの教会は1995年に新たに設けられたヤーコブスベクの終点となった。ヘルプシュタインにはカーニバル博物館がある。この博物館は 1672年からこの町で開催されているカーニバルを記念したものである。この博物館は1983年に旧区裁判所の建物を利用して開館し、2008年5月からオーバーガッのナバンチのスタッド博物館と統合されている。スタッド博物館では19世紀の薬局、人形コレクション、旧市長室、1907年の火災の様子の 視聴覚展示がなされている。ブルカウンテルメ地下1000.05メートルで1976年に、フッ素を含有した、カルシウムイコールナトリウムイコール、岩流温泉源からの摂取32.6度のお湯がボーリングで発見されて以降、この町は温泉業で発展してきた。1980年に、クアパーク、旅館、温泉運動療法用浴槽を備えた、クアセンター、 現在のブルカアンテルメがオープンした。そのロビーには、陰線用に、ヘルプシュタインの薬塔が供給されている。サウナや、カフェテラスを持つ、飲食店も増設された。2008年からブルカアンテルメの別館にキャンピングカー、駐車場が併設された。プロテスタント教会、マルクト広場、ヤーコブスの泉、カーニバル博物館、聖ヤーコブス協会の間の交通制限区域内は、 バリアフリーとなっている。ヘルプシュタイン温泉業協会の車椅子が障害なく通行できる街づくりは2011年11月2日にヘッセン観光会議で2011年ヘッセン観光賞永続的な観光コンセプト部門賞を受賞した。ブルカーン自転車道は旧ブルカーン鉄道の軌道跡を通っている。この自転車道は2010年からバーンラートベクヘッセンの一部となっている。 クワパークにはミニゴルフ場がある。ありがとうございます。